LED は点滅する、うん、またチカチカチカと、うん、けどリードスイッチね、はい、リード磁石が近づけばこう、まあ、スイッチを入れるとする、うん、でさらにあのペットボトルのキャップへ立たせると、うん、で離れればオフで惰性で回ってほら引き顔と点滅する、うん、リードスイッチとハンドスピナーを用いた教材っていうんですか、うん、の、紹介、はい、で、まあ、今ここにそこ見えないか外そう、まあ、ふうに、いろいろ設計が書いてあるんですけど、うん、リードスイッチ の、 そのオンオフっていうのがまあ確認しづらいっていうことで、うん、この LED を回路に組み込んで、うん、まあ、オンオフを、うん、リードスイッチっていうのはあ今 ここちょっと見えにくいけど見えにくいけどここにあるリードスイッチね、はい、リードスイッチなんですけど、うん、これに、まあ、こういう磁石が近づけば、うん、これ今あのスイッチがオンになって、うん、中にこう接触するとこなんだよね、まあ、金属板があって、ね、はい、まあ、近づけばオンになる、うん、そうするとでオンになると電流が流れて、磁石が離れるとオフになって電流が流れなくなると、断続的に電流を流すことができるっていうものです、うん、いつだったかね、数年前に流行った、そうですね、これさ、はい、ぐるぐるぐるってずっと回し続けられればいいんだよね、まあ普通は、うん、まあ、回したら止まるんですけど、ね、それをこれを、まあ、この電磁石とあとこれ外側に磁石がついてるんですけど、うん、この反発と引き合う力を利用して回転を持続させようってことだよね、はい、なんとなく回路見てて分かるからさ、電磁石そうするとこう、まあ、スイッチを入れると電気が流れると、はいはい、で今ここリードスイッチがあって、うん、磁石が近づけばオンになって流れて、うん、で離れればオフで惰性で回ってっていう、うん、またそれを繰り返すわけだね、それを実現してるのがこいつ電磁石ですね、で実際に、はい、そこに回路に電気を流してみてください、はい、じゃあ、うん、今このスイッチをオンにすると、これで今もう流れてるんですけど、うん、これで多少ちょっとこう調整する必要があったりするわけだよね、まあ、電磁石のね距離感、向きとか距離とか角度っていうのはいろいろあるんですけど、ね、うん、今これほんのちょっとしか触ってなくて、うん、まあ、ずっと勝手に回転すると、うん、じゃあ本質的にはそういうとこなんだけど、なんかライトが LED がチカチカしてるけど、なんか LED はまあ通常は点灯するんですけど、今このリードスイッチでオンオフが繰り返されることによって点滅していると、こうやって今つなげて、うん、はい、回転させると点滅する、うん、で今ちょっと速くなるんで一回離す、うん、このリードスイッチの役割、まあ、磁石が近づくとオンで離れるとオフっていう性質をこの LED の点滅で確認できると、うん、ちょっと速くなりすぎると見えにくいんですけど、うん、またチカチカチカと点滅、でも通常だとさ、はい、あのもう少し高い電圧必要なんだよね、うん、まあ、2V で 1.5V なんで、うん、まあ、通常は、うん、光らないんですけど、ここリードスイッチの回路で光ると、まあ、今回も実験にはあんま関係ないので触れないんですけど、今回あくまで、まあ、ハンドスピナーが、ね、回ると、はい、点滅すると、でこのリードスイッチの、ね、役割が分かればいいなと思います。注意点とか、なんか調整の仕方とか、あ、まあ、注意点はあんまりずっとオンにしておくと磁石とかが吹っ飛ぶかもしれないんで、うん、あんまりお勧めはしない、あと電磁石も熱くなるので、うん、で、うん、あと工夫点はこのリードスイッチを、ね、立たせるためにあのペットボトルのキャップをね、ガムテープ使ってるのこれね、あ、固定して、うん、さらにあのペットボトルのキャップで立たせると、うん、あとこれ磁石はどうやってついてるんだっけ、でもね、これグルーガンで、あ、やっぱりね、はい、端を止めてあって、うん、ちょっとテープとかだと、うん、緩いのでしっかり止められるものを使ってますね、うん、あとこう失敗しやすいよくある例なんだけど、この電磁石ね、はいはいはい、ね、これ逆だと頭を使っちゃうとこっちですか、そう、鉄、こっち鉄のほら引きが影響が大きくなっちゃうから、あ、で偏っちゃうんだよね、でその影響をちょっと抑えるためにこっち側使ってる、うん、こっち側先端ねにしてるって、こっち N になってるよね、今 N になってます。だからもし引き合うんだったらこっちが S で、うん、反発させるんだったら N っていうことで、こんな感じで、うん、はい、よくわかりました。